YouTube の皆さん、こんにちは。マキシです。今日も朝からドイツ語会話をやりたいと思いますので、まあ、よかったらドイツ語を勉強しよう。で、今日はですね、春だからすごいいい天気だよっていうのをドイツ語を勉強したいと思います。一回振り返します。Es ist endlich Frühling. Die Sonne scheint. Es ist endlich Frühling. Die Sonne scheint.もう一回皆さんと一緒に振り返していきましょう。Es ist endlich Frühling und die Sonne scheint. さて、今日の単語を紹介します。Endlich. やっと。Der Frühling. 春。Früh. 朝早い。Die Sonne. 太陽。あと、Scheinen はこう光る。なので、皆さん、春どうですか？みんな気分明るくなりました。まあ、みんな春どう思ってるか、よかったら教えてきてください。Bis zum nächsten Mal. Tschüss!